はい、ご飯作ります。今日に肉チャーハンを作ります。冷凍の麺あるなと思ってラーメンとチャーハンを作ります。目標は30分なんですけど、今日は無理な気がしますね。手がチャーシューも余りすぎなので使います。今年中に全部なくすのを目標に、あと2週間でしょうか、美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。ニンニクチャーハンセットの完成です。非常に美味しく仕上がりました。まあ、うまいですね。はい、うまいです。
うまいんですけど、うん、今深夜の1時でして、まあ、先までメインチャンネルを付き合ってました。はい。で、今日の食事バランスは三角としますね。はい。今回のチャーハン、ニンニクチャーハンの揚げ方気をつけてください。あんまり火入れちゃうと、うん、良くなくてですね。水分が残っちゃうと、どうしてもしっとりした感じになって、歯にくっつきます。とはいえ揚げすぎると苦みが出てしまうので、その点はちょうどよくバリッと仕上げる感じにしてください。ちなみに今回は気持ちもう少し、うん、揚げてもいいくらいですね。ちょっともちっとしてます。うん、そこまで余熱で火が通らなかったので、余熱を考慮しないぐらいでちょうどいいと思います。で、油の切り方に関しては今回みたいに丁寧にやってください。最初にある程度もう油切っちゃってからペーパーで染み込ませるといい感じになります。油の方なんですけど、うん、ニンニクの香りあんまりつかなかったので、普通の油として使える感じでしょうかね。はい、うん、これもう少し時間長く揚げればもうちょい油にニンニクの香りがつくと思うので、まあ、そうなればネギとか生姜とかその辺の香味野菜を加えてあげて、米油にして中華料理に使える感じにするのもいいと思います。チャーハンの方なんですけど、お米これいただき物でして、うん、もっちりしてるんですよね。まあ全然大丈夫です。はい、もっちりしてるのも美味しいです。あのパラパラにしたい方は もっと軽く最初にあの中華鍋に溜めてあげて、で焼きつける感じで、こう焼く感じでやるともっとパラパラになるかなと思います。まあ、お米の外側を素揚げしているイメージですね。お米の中は水分残っている状態で OK です。あんまり時間かけるのもこれ結構問題でして、お米自体水分飛びすぎるっていうのと、ネギの水分とかも出ちゃうので気をつけましょう。自分は油回ってっていうのは、お米に油が回ってある程度こう火が通ったらやめてます。どちらかというとあんまり炒めてないタイプなので、もっと炒めたいって方はもう少しだけなら火入れ長めにやってみていいと思います。まあでも家で作るならここでやめた方が無難ですね。あ、これ以上やったらお米がグルテンがこうつながっちゃうみたいな、うんって感じします。お店の火力で作るんだったらいいんですけどね。お店のはお米にこう一瞬でこう火が入る火力なので、お米の気持ちになるとですね、その火が通ったことに気づいてないんですよね、うん、だから美味しいんですけど、うん、まあちょっとその点はいろいろチャーハン作る動画、お店で作ってる動画と家で作ってる動画、いろいろ YouTube 見ながら頑張って作ってみてください。まあ今回そんな感じでしょうか、うん、やっぱりこういうラーメンとチャーハンのセットっていいですね。普通に満足度が高いです。はい、ただ栄養バランスだけ気をつけてください。はい、町中華でしたね。はい、以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。